人生が変わるよ。おお、初めて幽霊見たかと思った。募集中今、コンバコンコ。我们的日文线上课程募资开始喽，请关资讯栏。下次一定学好日文。あのうちのジェリーさんですね、台湾男子修身協会の会長っていうのをやってるんですけど、台湾男子はどう思いますか？優しくて素敵だと思います。友達になりたいなみたいな気持ちもありますか？うん。会長、案件が来た。やっと2年勤めてて、やっと案件が来ました。え、待って、2年間何もなかったんだ。案件ナンバー、ナンバーワン。会長、私いい仕事しました、はい、だよ、いい出会いがあったら、もしかしたらユンコもいつか台湾に住むみたいなことあるかもしれないな。じゃあ今回の任務、頑張ります。ここはどこですか？ここは、ユンちゃんがお土産を買いたいかなと思って連れてきたんですけど、ついでにだよ台湾男子推進協会の会長の仕事になります。縁結びの神様が有名なので、ついでにお参りするのはどうかなと思って。ついでに、だって今ちなみに彼氏はいません。台湾とのご縁があるかもしれないから。もしかして人生が変わるよ。台湾に引っ越してくるっていうことがあるかもしれないから。やばい、お祈りしなきゃ。はい、お参り行こう。行こう。ついでにお土産。えぇ、ー、ついでに、ついでに、街はすごく伝統的なお店がたくさん並ぶ街なんだけど、昔ながらの建物を残したまんま、漢方屋さんとかお茶屋さんとかたくさん売ってて、そこの真ん中に縁結びに有名なチェンファンミャオがあります。台湾男子推進協会のコースです。はい、よろしくお願いします。いいチャンスだよ。すごい、今日はご利益100倍かもしれない。嬉しい、ラッキー。台湾男子ご縁があるかも。他们从日本来的，要拜月老。双黄线吗？双黄线。那香跟金子拿吗？拿那个金子就准备再过来。好，来求姻缘。哪里有不给这个的？节目视频有不送那一次走后。嗨，我谢谢杨月。嗨，台湾有不送。台湾有，台湾有不送，ありがとうございます。好了，台湾有不送来哦。めっちゃ推進に行きます。求姻缘。怎样求？啊。红线牵钱喜糖。这一套贡品是拜月老的，有需要250、300，300。这种钱不能省。じゃあ火をつけてください。ラブの形がだってきてるよ。あ、そう、形に見えてきた。ついてないね、まだ。自信ありますか？自信？何の自信？自然に、自然に。台湾とご縁があったら、空の神様に向かって自分の名前と住所と生年月日と願い事を伝えて。住所も言った？住所は言った。こちらのひげの長い月下老人って書いてるのが縁結びの神様なんだけど、名前と生年月日と住所をもう一回言って、今回ここに来た目的、お願い事を伝えて、好きなタイプとか今好きな人がもしいたら、そういう人のことを思って振って未来になりますようにって振ってお祈りします。はい、お祈りしてください。叶えたらもう一個も戻さなきゃいけない。そうだね、来ないといけないね。これを身につけて持ち歩いて、もし本当に運命の人と出会ったら、もう持ち歩かなくていい、部屋のところに置いとけばいいって。もし叶えたら、もう台湾に住んでるから大丈夫、近い、いつでも来れる。飴と切れ物のお菓子は食べる。運命の人と出会うまで。赤い糸の人が。楽しかった。台湾式どうだった？お参りしてみて。なんか不思議な感じだったけど、お参りしたついでにお土産買おう。反対にな。お土産を目的だった。そうです。じゃあちょっとざっくり忘れてた。ついでにお土産買おう。ねえ、お土産で台湾男子推進のことしか考えてなかった。桃のフルーツティーだって。ドライフルーツ。これ全部
お家？そう、だから一番表がお店で、うんうん、中庭があって、うん、奥が自宅っていう風になってる。すごい。昔のお金持ちの人のお家。めっちゃ豪邸。台湾男子推進協会講師、まだ終わってないです。次は？体の健康。体の健康大事。そう、カンボジア。カンボジアね。いただきましょう。気になる。でもなんかまずそうなイメージ。普段はなんか体になんか気になってるところある？なんかすぐ痛くなったりする。そんなに年じゃないよ。冷え性かもしれない。あとやっぱりむくみやすいかな。 OK、 じゃあこれ買おう。汽水と很重要耶。对啊，要交男朋友。じゃあ元気茶、元気茶にしよう。え、でもこれでここで飲めないじゃん。おお。だね。健康でやっぱ顔色とかも良くないと出会いって、うん、台湾的な、伝統的な健康なお茶を飲みましょう。あ、健康なお茶、健康なお茶、めっちゃ健康です。今日一杯苦茶跟青草茶。あ、ここで飲めるの？あ、え、すごい色が濃いよ。じゃん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 。すごい濃い色。コーヒーみたい。コーヒーみたい色が。そうだね。え、怖い。じゃあ結構体にいいんですよ。これも台湾男子推進コースです。え、飲むってこと？どうぞ。あ、おー、うーん、苦い。苦すぎるって。ほら、元気になったじゃん。なった。苦い。肝臓にいいんだって。じゃあ、OK、おじさんじゃん。ファーマほら、お、苦いよね。え、すごい。すごい。これ苦くない方、青草茶。まあいい。本当？うん、体にいいお茶。あ、甘い。美味しい。美味しいでしょ。体にいいんですよ。ミントの味するのに甘みがあって。そうそうそう。下の苦味全部なくなった。よかった。紅茶に比べたら全然美味しい。お茶も飲んだし。まだ終わってないです。もっと深く掘り下げていきたいなと思うので。人生相談。人生相談大丈夫です。私じゃないから。ジェニーに聞いても何も出てこない。そうだ、行ってみよう。行ってみよう。はい、次は心をもう一度清めてリスタート。日頃さ、びっくりすることとかあるじゃん、うんうん、昨日も夜中トイレに入ったら私がいてびっくりしたでしょ。めっちゃびっくりした。初めて幽霊見たかと思った。そう、そういうびっくりしたことがあったら驚きを取ってもらわないといけないね。ちょうどいい私。行ってみよう。行ってみ、あ、見えた。ここは台北の中心にある京天宮っていうお寺なんだけど、うん、お参りが終わったらここでその驚きの気持ちを取ってもらってパワーを入れてもらう、やったらスッってなるような気持ちが私はいつもするんだけど、うんうん、どうだった？確かにこうやってだからなんか入ってパワーが入ってきたような気がする。自分の魂が戻ってくる感じ。名前聞かれたでしょ。聞かれた。だから読んでくれてる魂が帰るように本来の自分に戻る。じゃあ今もうここパワーだらけや。下に潜るとまた深い自分が知れます。お名前と誕生日書いてください。どん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 。どうぞ。こんにちは。こんにちは。お願いします。あとで先生と一緒に自分のお名前と誕生日と日本人の住所全部考えて、今年の恋愛運はどうなるかなという感じで考えて、その後こちらのお米3回取ってください。取れた。緊張してるんですか？爪が。はい、ありがとうございました。はい、あ、そうそうそう、はい、あ、1個1個、あ、持ち帰りしたいんですか？お腹空いてるんですか？今年の7月5日から8月5日までチャンスあります。11月から7日まで、12月5日まであります。今年のチャンスだって。じゃあ航空券取っといて。友達から誘われたら行ってみてください。台湾に来てください。誘われました。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。七月这个是属于聪明智慧型，是一月认识的，这个个性上面会比较黏，可能一天到晚打电话或者是简讯。じゃあこっち台湾かもしれない。おはようございますとか、ご飯食べましたか、そういう色々な連絡。こっちの方がいい。こっちの方がいい。優しい。チケット取ろっか。11月あ、決まり。そして今年の金運と仕事運両方とも順調です。順風満帆。嬉しい。お
っては四柱推命の結果を説明します。ちょうど陰のところは弱いなので気をつけてください。はい、1日3食の栄養をちゃんととってください。はい、開始 OK。 食べ過ぎないように。食べ過ぎてるな。牛と猿カス、もし将来結婚のパートナーもできれば、この水である方がいいです。また現れてないんだよ台湾男子。11月今目標では、あ、そうだね、募集中今。コンバコンコン。じゃあまず台湾に引っ越して。そして50から70まで金運一番いい。じゃあ老後安心。今から金を貯めて50から家買うことができます。頑張ります。いい相手見つければ全部達成だよ。じゃあこれから人生が変わるんだよ。はい、やばい、楽しみだね。台湾で待ってます。探しといてね。しかも日本人って言ってたでしょ。連絡がもめない人でしょ。台湾人じゃん。日本人じゃないもん、この特徴。間違いなく台湾人だ。11月見つかったら言ってください。これは台湾男子推進協会の仕事だよ。コンバコンコンコンキュウイ。